どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するのは東京クラフトの焚き火台マクライトを紹介したいと思います。東京クラフトはタナチャンネルのタナさんがやってるメーカーで、今回ぜひマクライトを使ってみてくださいということでご提供いただいたので、ひいきなしでレビューしてみたいと思います。このマクライトは大きな薪もくべることができるのに、薄くコンパクトに収納することができます。また焚き火調理もしやすいような工夫もされているので、調理も楽しくなる焚き火台です。少ない薪であれば1人でも、たくさんの薪を使えば複数人でも使えるので、いろんな楽しみ方ができる軽くて丈夫な焚き火台です。これからこのマクライトを詳しく見ていくんですけども、まずはこの焚き火台の特徴をさらっと紹介したいと思います。1、収納すると 43cm×25cm になり、このようにボックスなどにさっと入れることができます。2つ、焚き火台と五徳を合わせて 929g と軽くコンパクトになります。3、この焚き火台の一番の特徴は五徳を置く位置を変えられるという点です。五徳の設置場所はこことここで2つあるので、火の当たり加減を簡単に調節することができます。これにより高火力での調理も弱火での調理もやりやすくなっています。また五徳のサイドに五徳が滑り落ちないような突起があり、調理時も安心です。4、36cm×40cm の大きな火床なので、25cm、30cm、40cm、50cm といろんなサイズの薪を使うことができます。耐荷重は 7kg なので、たくさんの薪や調理器具を置くことも可能です。5つ、4つのパーツの簡単な構造なので、手早く簡単に組み立てることができます。6つ、組み立てると 36cm×40cm と結構大きな焚き火台になります。薪の組み方や量を調節すれば、1人から複数人で使うことができる絶妙な大きさです。7、火床の傾斜が緩やかなので、一部分に灰が溜まりにくくなっています。8、サイドに防風パネルがついており、防風だけでなく灰が舞ったりこぼれたりしにくくなっています。9、片方のサイドパネルを外せば灰を捨てるのも簡単です。僕視点での知っておくべき点や弱点は3つあります。1つ目は薄いステンレスでできているので、使っていると癖がついたり曲がったりすることがあります。これはマクライトだけの弱点ではなくて、こういった薄い金属の焚き火台はどれもこういう風になると思います。2、1人でも使うことができますが、熱が四方に逃げてしまうので、薪の組み方を工夫したり反射板を置くと輻射熱を効率的に使うことができます。3、地面からの高さが約9センチなので、焚き火シートはあった方がいいかなと思います。ということで、早速袋から出して詳しく見ていきましょう。収納時の大きさは 43cm×25cm× 厚さ 2.5 センチです。袋から出すとこんな感じです。付属品は焚き火台、五徳、収納ケースのみです。焚き火台の重さは 794g、 五徳は 135g でした。早速組み立てていきます。マクライトの組み立てはとても簡単です。まずメインの火床のスタンドを広げます。2、サイドパネルを火床の突起に差し込みます。サイドパネルは2枚あるんで、2枚とも差し込みます。3、火床を軽く曲げながらサイドパネルに火床を差し込みます。これでマクライトの完成です。慣れれば 3,40 秒で組み立てできると思います。各部の大きさは 40cm、 35cm、 31cm、 52cm、 20cm、 9cm、 14cm、 17cm、 34cm、 24.5cm です。マクライトでいろんな薪の組み方を試してみます。マクライトはその大きな火床のおかげで、25cm、 30cm、 40cm、 50cm とどんなサイズの薪でも使うことができます。 25cm の薪だとこんな感じ、 30cm だとこんな感じ、 40cm だとこんな感じ、 50cm を横にするとさすがにはみ出ましたが、斜めにするといい感じで組むことができました。マクライトの一番の特徴は、小さくコンパクトにまとめることができるのに、組み立てると大きな焚き火台になるという点だと思います。大きくて傾斜が緩やかな焚き火台なので、さまざまなサイズの薪を使って薪を組むことができるんで、直火に近いスタイルで焚き火を楽しむことができます。例えばこのようにオーソドックスな山形で組んだり、置き火をたくさん作ることで安定した火力が得られ、調理にも向いているロングファイヤー型だったり、一人焚き火に最適な放射型だったり、一本の大きな薪に枝や薪を立てかけていく差し掛け型だったり、このようにいろんな薪の組み方を工夫することができます。広い火床のおかげでより焚き火を楽しむことができるでしょう。また一人で使う場合は、このように自分がいる反対側に大きな薪を置くと、輻射熱を効率的に使うことができます。ステンレス製の反射板を設置してみるのもいいでしょう。早速マックライトで焚き火調理をしてみます。五徳の位置を変えることで火の当たり具合を調節することができます。五徳の突起のおかげで五徳が落ちてしまう心配もありません。また重い調理器具を乗せても安定して使えました。ここの幅は 34cm と 24.5cm あるので、お手持ちの五徳や網も乗せることができます。
マクライトのいいなと思った点はこの緩やかな傾斜です。こういった折りたたみ式の焚き火台は数多くありますが、傾斜が急で灰が溜まりやすく空気を取り込めなくなる形だったり、火床の面積が小さく薪を組むといったことができませんでした。しかしマクライトはその名の通り組むという行為ができるので、ロングファイヤー型や差し掛け型など直火に近いスタイルで焚き火を楽しむことができます。こういった焚き火台では絶対にロングファイヤー型で組めないので、マクライトが大きく勝っている点だと思います。最後に灰を処理してみたいと思います。緩やかな傾斜のおかげで灰を捨てるのも簡単です。片方のサイドパネルを外せばこのように灰をこぼさず処理することができました。ポジティブがよかったでしょうか。東京クラフトのマックライトの紹介でした。ということでですね、アフタートークなんですけども、この焚き火台、総評としてはいや正直言うとめちゃくちゃいいです。まあ、作ったのが、タナチャンネルのタナさんということで、多分もう何十台何百台100台以上の焚き火台を触ってきた方だと思うんですけども、結構焚き火台として完成形みたいな感じの形をしていると思います。これは、タナチャンネル、さんへの、ひいきとかじゃなくて、本当に、そう思います。僕自身も焚き火台100個近く100個近くはちょっと言い過ぎか、まあ、100個近く持ってるんですけども、いろんな焚き火台を触ってきました、まあ、その中でもこの焚き火台はあらゆるバランスが本当に取れてます。価格も8900円、まあ、9000円ぐらいでそんなに高くないし、重さも、重くない。でも、たくさんの薪を置けて調理もしやすいっていう、正直弱点がないです、この焚き火台。だいたい普通、燃焼効率が良すぎたりとか、軽くてもなんかデメリットが、調理がしにくかったりとか、めっちゃ調理しやすくても、なんか重かったりとか、二次燃焼するけれども重かったり、二次燃焼するけれどもなんかこう大きな薪が入らなかったりとか、そういう癖のある焚き火台たくさんあったんですけども、このマクライトはマジでそういう癖が本当にない、本当にオーソドックスな焚き火台です。で、形とか見てもらったら分かると思うんですけど、もうほぼフラット、まあフラットじゃないけどね、結構傾斜ついてるけども、それでも、まあ、例えばじゃあ他のメーカーの、焚き火台よりかこの傾斜が緩やかやから、ほぼ、フラットに使うことができます。なんでね、まあ、この火下の床部分もすごく、広いので、いろんな、薪の組み方をすることができます。で、この薪いろんな組み方ができるっていうのはこのマックライトの一つの、大きな特徴だと思うんですね。いろんな薪の組み方ができるとどうなるかっていうと、直火に近いスタイルで、焚き火を楽しむことができます。まあ、例えばね、まあ、動画の中でさっき動画の中でいろいろやったと思うんですけども、まあ立てかけ型みたいな、ちょっとよくわかんないですけど、放射型とかさ、立てかけ型とかいろんなやつがあると思うんですけども、まあ、そんな感じで、普通の焚き火台、まあ、ほんとそれこそ二次燃焼の焚き火台だとか、まあ、有名どころのね、焚き火台といろいろあると思うんですけども、そういう焚き火台じゃ絶対できないような組み方をできるんで、本当に薪を組む、組むっていう感じなんですよ。あれをできるのが、このマクライトのすごくいい特徴じゃないかなというふうに思います。でね、その薪の組み方によって、火の燃え方とか、まあ、調理のしやすさとかもまた変わってくるから、焚き火を楽しむっていうね、まあ、言葉あるんですけども、本当の真の意味での、焚き火を楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、焚き火台としてもすごく優秀で、メーカー公表では40センチまで、入るよっていうことだったんですけど、僕たまたま50センチの薪があって、50センチも入れてみたんですけど、まあ、横はねさすがにちょっと、まあ、ここら辺まではみ出るけど、斜めやったら一応入ったんで、まあ、メーカー公表では30から40まで、大丈夫って書いてあったんですけど、まあ、僕の中では、まあ、50センチまでは、大丈夫かなというふうに思いました。まあ、40センチだとね、使いやすいかなというふうに思います。で、本当に、ね、40センチの薪でも、使える焚き火台って結構ないと思うんで、本当にコンパクトに収納できるのに、大きな薪まで楽しめるっていう。 でもかといってじゃあ小さい薪だと楽しめないかっていうとそうではないので、本当にもう結構完成されてる、焚き火台なんじゃないかなというふうに思います。本当に、素晴らしいと思います。で、調理に関してなんですけども、ここにですね、まあ、五徳、この付属の五徳なんですけど、この五徳がね、落ちないです。ここにこういうふうに段差があるんで、ここにね、こういう段差があるんで、こんな感じで落ちないようになってます。こう落ちないっていうのもね、地味に、いい点で、もう一個ね、いいなって思うのが、ここにね、こう溝が掘ってるんですよね、これ。フォーカス、フォーカスですね。こう溝が掘ってるんで、結構引っかかります、この溝に。こんな感じで、ガタガタガタっていってると思うんですけど、この溝があるおかげで、マジでこの五徳がずれないので、こう本当にこれはいいですね。もう本当に僕もね、本当にもう、たくさんの焚き火台使ってみたんですけど、これほど調理がしやすい焚き火台は今まで本当なかったです。たくさんの薪を置いても調理できるし、じゃあ少ない薪でも調理できるしっ
ていう感じで、本当にもう最高の、焚き火台なんじゃないかなと思います。まあ、正直僕ですね、車の中に、常に撮影用の焚き火台何個か置いてるんですけど、まあまあ正直これだけでいいかなと思います。これだけあればもうあらゆる少ない薪でもいけるし、 大きな薪でもいけるし、それこそ丸太みたいな薪でもまあ頑張ればできると思いますし、調理の撮影もできるしみたいな感じで、今までそのまあ YouTuber としていろんな焚き火台があって、いろんな状況をねこう備えられるようにそれぞれの焚き火台を持ってたんですけど、マクライト1個あれば全部できちゃうから、もうマクライトで全部いいじゃんっていう風に思ってます。まあ、それぐらい本当に素晴らしい、焚き火台です。この動画は一応、案件動画なんですけれども、本当にマジでひいきなしでこの焚き火台は素晴らしいです。前回タナチャンネルクベルっていう焚き火台を発売してたんですけど、あれちょっとね高かったじゃないですか。これはもう結構ね世間で言われてることなんですけど、に行くあれのまあ継承みたいな感じで、本当にいい部分だけを、切り取った素晴らしい焚き火台だと思います。もう本当に今まで本当に何度も繰り返しますけれども、今までたくさんの焚き火台を使ってみた僕も、このマクライトはマジで素晴らしいと思います。もう本当に結構僕もメインで、使いたいなというふうに思っております。まあ、ただね、まあ、褒めすぎなんですけれども、まあ、ただね褒めすぎたんで、まあ、ただ褒めすぎたんでね、いくつかこう弱点という弱点を述べるとすると、そうですね、まあ、1人で使うにはちょっと大きすぎるっていう点もあるかなというふうに思います。まあ、1人だったらもっとちっちゃい焚き火台でもいいかなというふうに思うんですけれども、まあ、とはいえですよ、とはいえ別にじゃあ1人で使えないこともないので、うーんっていう感じですね。いやさっき僕ここにですね、40センチから50センチの薪をこうやって上に立てたんですよね。立てることでまあちょっと輻射熱とかあるかなと思ったんですけど、まあ、そういったこう1人での使い方みたいなっていうのも、まあ、研究したり、まあ、こう組み方によって、いろいろ変えることができるんで、一人でも全然いけるんですけど、マジで僕はあの案件動画からこう褒めちぎることも良くないから、ちょっと弱点を探そうかなと思う、弱点を探したいなと思ってるんですけど、弱点を探そうにも探せないぐらいマジで完璧な焚き火台だと思います。強いて言うならちょっとこう灰がこう下に落ちやすいかなっていうふうに、このね下ここにいっぱい穴が開いてると思うんで、ここにね空気に取り組む穴があるんで、まあ、灰が落ちやすいかなとも思うんやけれども、でもそれも別になんかある種ある程度いったらね、ここまで穴開いてますよね。でここまで穴開いてるんですけど、このちょうどこの灰が溜まりそうなこの中央部分には穴が開いてないんで、まあ、別にこう灰が落ちるわけでもないんで、これも別にまたそんなにこう弱点っていう弱点でもないし、床この一番下から地面までは約9センチあるんで、まあまあまあ熱くはなるけれども、芝生が焦げるほどの、ダメージでもないんで、そこも特に弱点ではないし、マジで本当に弱点はないかもしれないです。まあ、本当にマジで本当にあの唯一弱点を許すなら、ちょっとこのねこの部分がこうグラグラするなっていうのもあると思います。まあ、なんでスキレットとか、ケトルぐらいだったらいいかもしれないけど、重いダッチオーブンとかを押した時にここはグラグラするし、まあ、じゃあだから、10キロ近い、ダッチオーブンを置いたとして、耐久性がどうなのかっていうのは、これから使ってみないと分かんないとこかなというふうに思います。でも本当にもうベタ褒め状態なんですけど、結構弱点がないぐらい素敵な、焚き火台なんじゃないかなではないかなというふうに思います。本当に、初心者から中級者上級、そしてソロキャンプからファミキャン、グループキャンプまで本当に、誰が使っても完璧な焚き火台なんじゃないかなと思います。本当に弱点を見つけようにも見つかんないぐらい素敵な焚き火台なんじゃないかなというふうに思います。ということでということでですね、今回はということで今回は東京クラフトのマクライトを紹介しました。購入先、マクライトの公式ホームページとか、貼っていて、かつ、タナチャンネルのタナさんの、このマクライトの紹介動画とかも概要欄の方に貼っているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。